ハウテン州は南アフリカ共和国の州。州とはヨハネスブルグ。ハウテンは外語で金がある場所を意味する。ヨハネスブルグに金鉱が発見されてから言われるようになった。政治の中心であるプレトリアと経済の中心であるヨハネスブルグを要しており、経済規模は全州の中で1位である。 ヨハネスブルグのすぐ北にある州の農村地域の一部を形成する起伏のある丘内陸に位置し、金とダイヤモンドが発見されてから大発展を遂げた。かつてはトランスバール共和国の一部で1910年に南アフリカ連邦の州となり1994年12月名称変更した。ハウテン州の言語分布図南アフリカの北東部にある内陸州であり、 面積は1万7 0キロ平方メートルで最小である。州の大半はハイベルト大地と呼ばれる丘陵地帯に位置している。また、南アフリカの州では西ケープ州と並んで外国との陸上国境を接していない。北部はリンポポ州、西部は北西州、東部はムプマランガ州が接しているほか、南部のフリーステート州とはバーール川が境界線となっている。 人種別に見ると黒人が77.4%、白人が15.6%、カラードが3.5%、インドアジア系が2.9%を占めている。人種人口で見ると黒人は949万3684人、白人は191万3884人となりともに国内で最も多くなっている。多言語社会であり、 最も多いズールー語でも19.8%と2割程度を占めるに過ぎない。ついで英語の13.3%となり、ヨハネスブルク市内を中心とした都市部の白人とインド系を中心に第一言語として話され、国内最大の和者数である。近年は黒人層の間でも第一言語とするものが急速に増加している。また、第二言語としては、 最も広く用いられている。3番目は、アフリカンス語の12.4%で、和社数では、西ケープ州に次いで多く、各地の通りや地名などにもオランダ語、アフリカンス語の影響は強く残っている。特に、プレトリアのある、ツワネシト市都市県では、アフリカンス語が優勢に使われている。その他の残りのすべての公用語の和社数では、国内2番目となっている。 ハウテン州で使用される言語2011年統計2000年の自治体再編で3都市県3軍8自治体に変更された世界一の採掘振動を誇るタウトナ鉱山が有名であるマシューピーリタク。ありがとうございます